お笑いコンビオードリーの若林正康と春日俊明がテレビ東京の番組あちこちオードリーで過去に共演者として活躍したタレントたちとの思い出を語った。特に注目されたのは彼らが目の当たりにしたクイズ、ヘキサゴンアイアイでのスザンヌのブレイクの瞬間。この番組は数多くのタレントに転機をもたらしたが、スザンヌの成功は特に印象深かったという。当時スザンヌは他の多くのタレントと共にヘキサゴンの一員として視聴者の前に現れ、そのキャラクターと魅力で一躍時の人となった。若林は彼女がブレイクする瞬間を目撃し、スザンヌが売れると叫ぶスタッフの姿を今でも鮮明に覚えていると話す。春日もまたスザンヌが九州から上京してきた当初からの変化を肌で感じ取っており、彼女の成功を通じて事務所全体がどれほど騒然となったかを詳細に語った。彼らの語るスザンヌのエピソードは当時の芸能界の状況を色濃く反映している。事務所にとって彼女の成功はただの喜び以上のものだった。それは同事務所が長らく抱えていたプレッシャーの解放でもあり、新たなスターが誕生する希望の瞬間だった。番組内ではその他のヘキサゴン出演者たちとの思い出や番組がどのように彼らのキャリアに影響を与えたかについても触れられた。特にヘキサゴンが彼らの人生においてどのような役割を果たしたのか、そしてその経験が現在の彼らの活動にどのように生きているのかが語られた。